はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクで、PIR さん、ピルさん、はい、ピルさん、はい、ですね。よいしょ。エリートのエキストラですね。はい。今日はパーソナルブレイク、ここまでですね。で、あとは明日、エリートはないか。はい。他のちょっとブランドの BB やって追いつくような感じですね。よいしょ。で、発送は明日になりますので、よろしくお願いします。はい。じゃあ見ていきます。5パックですね。はい。インサートここにあって、パラレルの場合は、ひっくり返しますんで、そこでシリアルがわかりますんで。これは通常のインサート。で、ここはパラレルですね。マクグラウ。で、オートジャージが来ました。コールホースターですね。99シリアルですね。うん。はい。あ、ドミニカプロスペクトリーグのオートジャージも一緒に入ってました。オリバー・ゲレーロ。これが199ですね。オートジャージ2枚パターンとかもあるな。適当なんですね。まあ、ドミニカの子たちは、まあ、プロスペクトリーグだから、まあ、中学生から高校生ぐらいなのかな。はい。ジェイコブ・ゴンザレス。で、ドミニカのこのパラレル。ガルシアさん。はい、ウェニンガーさん、うん。はい。で、コリンフックさんのジャージですね。で、ドミニカのこのオルティーズ。ベース。ディラン・クルーズ。で、ドミニカのこの大カットですね。はい。200。で、ルークさんはサンフランシスコ。399。で、ジャージですね。はい。ジャージが2枚目。はい。ということで、あとまあ2パックはサイン2枚ずつということですね。はい。赤はシリアルないですね、ここね。ヘンリケさん。アンダーソン。あ、レデだ。まあ、とりあえず。349。はい。で、どなたでしょうか。まあ、いいか。ベースシグネチャーの大カット。大カットナンバードとか書いてないな。コルト・エマーソンですね。はい。うん。ドラフト、ボードラにいたよね、コルト・エマーソンってね。結構レギュラーカード何回か見たことあるかな。はい。コルト・エマーソンが出ました。トミー・スペックさん。スペクト。と、発音するのかなちょっとわかりませんけど。はい。で、ホワイト。で、あとサイン2枚ですね。これもね。マットショー。これは赤か。うん、知らない。はい、ホルカー・マーチン。60。あ、少ないですね。うん。はい。で、ウォルター・フォード。と、またドミニカのこの、はい、オートジャージが出ましたね。ナイアダ・ゴンザレス。デイリー・ゴンザレス。3カラーですね。うん。で、クルーズだ。ベース。ベース結構貴重だよね。一番だ。やっぱ彼。はい。ちょっとドミニカの子が、まあ、ちょいちょいいましたけど、レデンプションのコルト・エマーソンさんは、ボードラでも結構良かった方だったと思います。あ、とりあえず、よいしょ。この辺か。後でローダーに入れておきますね、全部ね。大カットのオートと通常のオートとレデンプション。こんな感じですね。はい。うん、ホルト・エマーさん。これ何種類だったっけ？あ、399か。で、オートジャージが3つ出ましたね。1、2、3。まあ、でも、ドミニカがうち2つですけど。はい。これはベースの音ですからね。1、2、3枚ベースの音。4、5。インサート音2つ。6、7、8ですね。うん。はい。こんな感じになりました。うん。まあ、この辺なのかな。やっぱり、オートジャージにいるメンバーがそこそこ、まあ、人気なところなのかな。はい。まあ、こっちは通常の音ですけど、コルト・エマーソン。はい。聞いたお名前です。程度ですけどね、店長はね。はい、じゃあまたチャレンジしてください。ありがとうございました。